日本福井県福井市、日の出日の出は、福井県福井市の町名。現行行政地名は日の出1丁目から、日の出5丁目。全域で住居表示を実施している。郵便番号は910-0859。明日和川の中流域、福井市の中央部に位置している。不死町ブロックに属する。町域の北方には、四日の口、南方には、手寄せ、東方には4つい。 松城町、城東、西方には、北陸本線及び、越前鉄道勝山永平寺線を挟んで、大手、宝営、中央がそれぞれ接している。東端には、福井県道179号淵上市菊地線が南北に通っており、南端には、福井県道228号福井停車場、勝見線が通っている。また、中央部には、 福井県道114号吉野福井線が東西に横断している。中央部には福井市日野出小学校が所在しており、東端部には新福井駅、東南部には福井駅の東口が所在している。地名の由来は福井城外堀に設置された7つの主要な門のうちの一つであり、東側に開いた日出の門によるものである。地蔵町口の奥大門とともに、 四費の口に属していた。日室後門は、マスカタを挟んで二重の城門となり、内側の門は南側に、外側の門は東側に向き、これを中島仏門とも呼ばれていた。二重の門が作られた地位は、近くに弾薬庫があったためである。日室後門は、明治維新により撤去され、現在は、福井地方合同庁舎が建っている。門の意向を示す石碑が建てられている。 2018年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。新福井駅ありがとうございます。